川高校野球部マネージャーの日澤です。これから私たちのチームを紹介します。深川高校野球部は1950年創立。今年の野球部は3年生選手7人、マネージャー1人、2年生選手5人、マネージャー3人、1年生選手5人、マネージャー1人で活動しています。今季春の大会では1回戦で惜しくも9対12で負けてしまいました。オフである水曜日を除いて毎日限られた場所で基本を中心に練習しています。土曜日は学校で練習し、日曜日は練習試合に行っています。キャプテンの野中さんを中心に、楽しむときは楽しむ、やるときはやるのオンオフをしっかりして練習しています。チームの雰囲気を教えてください。先輩後輩の仲が良く、練習の時から盛り上がって楽しくやっています。今年のチームの目標を教えてください。攻撃では状況に応じた役割を果たし、守備では最小限のミスにとどめ、常に前向きプレーをし、初戦突破を目指します。